はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数2の関数の最大値最小値 ④ をお送りします。で、前回も言いましたが ③、前回のね ③ から3、4、5、6と全部1問ずつやっていきます。で、それがまた第2弾みたいな感じだね。で、今回も1問やっていくと。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてこの問題やってみてください。で、確認してもらってちょっと厳しいと思う人は今からね、これ解いていきますので聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ早速ね、この問題解いていきますのでどうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まず今回 A と B を求めに行くんですけど、 A は正です。で、まあこうやってポロッと書いてありますけど、これ超重要だからね。で、書いてくれてるってことはどっから使うので必ず。で、関数 fx が ax3 乗プラス 3ax2 乗プラス b です。 A と B が両方入ってる。で、 x はマイナス1から2までと決まってます。で、この時に最大値が10、最小値がマイナス8である時に定数 AB の値を求めようというタイプの問題です。いいかな？で、難易度としてはそこまで高くないです。やり方覚えてしまえば、この問題はね。で、結局最大最小がねテーマになっているので、まずこいつ微分しに行きます。で、 A と B 入っててちょっとうんって感じもするんですけど、無視していきます。いい、そのままやっちゃっていい。だからまず微分して f'x で、普通にやっていくと 3ax2 乗です。最初ね。で、次が2が出てくるから、プラス 6ax で、 b は定数項なんで消えてしまいます。で、いつも通り f'x 微分したものが0を解いていくと、0より、じゃあこれ普通にやっていこうか。で、まあ普通にイコール0ついてると思ってね。で、 3ax でくくり出そうか。まあ、3割っちゃってもいいんだけどね。くくり出すと x プラス2イコール0となります。これイコール0つけて 3ax くくっただけね、前に。で、これを解くと x イコール0とマイナス2になります。で、まずマイナス2はいいね。ここからマイナス2が出てくるから。で、これなんだけど、結局 A は定数なんで値なんだよ。だからまあ2か3か4かわからないけど、どれでも、例えば3だったらここが 9x になるだけでしょ。4だったら 12x になるだけ。数字だから、数だから今。ってことは、これこっから出てくる答えって0じゃんか。前に x が出てたり 9x が出たり、マイナス 5x が出たり、なんでもいいんですけど、だから0とマイナス2、これは変わらない。 A なんて出てこないからね、ここに関しては。ってことは、ここと、あと範囲決まってるからね、マイナス1と2で考えていくと、0は入ってるんだけど、マイナス2が入ってないんだよね。だから、0とマイナス1と2、その数字を使って増減表を書いていきます。で、これ多分下が入るよね。じゃあ行きましょうか。ちょっと待ってね。3つ分なんで、このぐらいでいけるかな。で、一番上が x か。で、f'x。しまった。赤で書き忘れた。まあいいか。ここはね。で、この3つとなります。で、さっきも言ったように、マイナス1と2が、まあね、横で切れて、0が中に入るから、マイナス1、点点点、0、点点点の2です。で、ここは0だね。f'x が。で、まあ癖なんでちょっと書かせてね。バスを書かせてもらうと。で、3箇所の値を出しに行きます。で、ここに関しては fx がこれなので、例えば0を代入するとね、 0a 消えますね。ここで、ここも消えて b だけが残るから、ここ b になります。で、じゃあどっち行こうか。マイナス1行こうか。入れると x にマイナス1を入れるので、最初マイナス a です。ここで次がプラス 3a プラス b となるので、結局 2a プラス b になるのね。で、ここは a も b も出てて ok です。だから、そのまま書きます。ちょっと狭かったね。2a プラス b。で、2を入れると、今度 8a プラス、12a か。プラス b なので、ここは 20a。ちょっと2がおかしくなったな。20a プラス b となります。いいね。で、ちょっと歩けそうか。よいしょ。で、あと隙間ね、ここ。で、プラスマイナス入れていきたいんです、入れていきたいんですけど、まず、ここ、じゃあ1行こうか。で、f'x はこれなので、
1を入れます。ここね、こっち確かめるために1を入れると、こうポイントなのが、ちょっと色変えようか。結局これって 3AX×X プラス2なのね。で1を入れるとこの中身はプラスです。もちろん1たす3だから、あ、ごめん、1たす2だから。でこっちなんだけど、 X に1入れるじゃん。で 3A って今プラスなのね。なぜかって A プラスだから。いい？ってことはプラスかけるプラスだから絶対プラスなのこれってなる。でこっち側、こっち側マイナス2分の1入れます。でマイナス2分の1入れると、ここに入れてもマイナス2分の1たす2なんでプラスになりますけれど、こっちが X にマイナスが入ってしまうので、ここマイナスになります。だからマイナスかけるプラスなんで、ここマイナスなの。ってことはこう下がってきて、こう上に上がっていくのね。でこの状態、こうなってる限り、もうここが最初なのは明らかです。一番下に落ちてくるから。けれど最大がどっちかがわからないの。いや、わかるんだよ、本当はわかるんだけど、パッと見数字じゃないからまだわからないと。でもどっちが最大かっていうと、こっちが最大になります。いい？で途中式を書くんだったら A が正なので、これってちょっと書き出そうか。結局これが成り立つのね。こうなる。でなぜかっていうと、これ右右辺にも左辺にも B 使ってるでしょ。だから同じもの使ってるから、これはどうでもいいんだよね。結局は 2A と 20A どっちが大きいのって話なので、今大事なのがまたこれ A が正でしょ。 A が正ってことは必ずプラスです。で2にあるものをかけました、20にあるものをかけました。そりゃ両方プラスだったら20かけた方がでかくなるじゃん。例えばこれが3だったらこっち60、こっち6だし、だから 20A のが必ず大きいってことが分かる。つまりこっちが最大値なの。で最小値はブレないからね。なので、あ書き間違ったね、ごめんごめん。今 20A+B、 こっちが最大だから最大値10でしょ。で最小値は B なので、最小値はマイナス8。まあ連立っていうほどじゃないけどね、もう B 出てるしね。B 出てるからここにマイナス8を入れて、あとは解くだけです。マイナス8右辺に持ってって18、両辺2で割、あ、20で割るから20分の18、つまり20分の18だから10分の9か、約分してね、9。そして B はそのまんまマイナス8と、これで終了となります。いいかな、まあ、こんな感じでぜひね解いてみてください。では今回は高校数学数2の関数の最大値最小値4をお送りしました。今回もねここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で次回まだね一問シリーズが続きますので、もしよかったらね次回の本を見てみてください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。